もしもし、京一郎くんですか？そうですか。誘拐事件の調査なのです。女子高生の誘拐です。女子大生もセットですよ。おい、女子高生と女子大生って何？怪しい。絶対怪しい。吐け。全部吐け。今すぐ吐け。ここで吐け。ちゃんと仕事にしてこいよ。お気をつけていってらっしゃいませ。お仕事を引き受けてくれるということなのでしょうか。こういう時は反応がいいんですね。悪魔とか鬼とか送り狼とかじゃないんですか？ではお仕事の内容はこれです。言っておきますが、これは京一郎くんだけの依頼じゃありません。正確に言うと、横浜中の手の空いている探偵さんに総動員の要請が来ているのです。
客はただいまとか言わない。よう、仕事だったのか。今度のはどんな仕事だ。ごめんなさい、聞いてしまいました。女子高校生の誘拐事件なんですか。すみません、気をつけます。こんなところでベラベラ喋るようじゃ、お前の方が探偵失格さ。調査はうまくいっているのですか。お前も言ってたぜ。私もただいまです。キリもおかえり。そうそう、京一郎がね、今日から人探しの仕事してるんだって。珍しくまともな仕事だね。まともな仕事って珍しいの？事件は女子高校生ですよね。では、舞子さんもキリさんも気をつけないといけませんね。何何？女子高生の人探し。はい、誘拐事件でしたよね。Thank you.
はい、気をつけます。ちょっと、人の話を聞きなさいよ。知らないだろうけど、私外では貧困法制で通ってるの。本当の私を見せる機会がなくて残念ね。マイコ、この男殺しちゃっていいかな。うん、賛成。今日は思いっきり地獄を見せてあげたい気分だね。でも大丈夫、こいつの飲んでるコーヒーには毎日蛇の生き血やイモリの姿焼きを粉にしたものとか。この財布から抜き取ったカードで限度額いっぱいの買い物をしてきたところなの。